慶長17年4月13日関門海峡に浮かぶ無人島船島、後に巌流島と呼ばれるその小さな島で、今まさに天下無双を決める戦いが始まろうとしていた。まだ足跡のつかぬ砂浜に立ち海を見つめる男の名は佐々木小次郎。若くして小倉藩の剣術師範を務め、長さ三尺余りの名刀物干し竿と巌流と呼ばれる剣術を武器に、今や天下に名を轟かせる剣客である。遅い、武蔵はまだ来ぬか。決闘の時刻はすでに一時を過ぎていた。普段は冷静な小次郎もいらだち、決闘を見守ろうと集まった小倉藩の立ち会い人の武士たちの顔にも焦りの色が見える。おい、何をしろ、何をしている。巌流島の戦いは小倉藩公認の決闘である。それが敵が現れずに不戦勝とは口が裂けても言えない。藩の名誉のため是が非でも剣を交え小次郎に勝ってもらいたい。そんな焦りと緊張の中、波音だけが虚しく聞こえていた。人へ届くだろうか。
力はこの手の中この手の中に